こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。ルノーサンクターボじゃない？そうだぜ。じゃ今日はサンクターボの話？全く関係ないぜ。なんやねん。ウプ主が好きな車なだけだぜ。ワインガードナーが、ロスマンズつなぎで運転してるぜ。じゃ何の話なのよ。ウプ主が6年前に、スマホで撮ってそのまま、サムネイルも作らずアップした。1分ちょっとの動画があるんだが。ほんでウプ主が職場でカンファレンスの、順番が来たのでパソコンで、作ってドキュメントに保存していたら。んで？その動画と一緒に撮った写真が見つかった。それで一緒に再度ちゃんとアップしたと。そうだぜ。で、何の動画なん？ R31 スカイライン2ドア GTS が、GT オートスポイラーを出し入れする画像だぜ。いわき光一やん。セブンスカイラインの初期の CM に起用され、めちゃくちゃかっこよかったぜ。ウプ主が仕事をサボり遊びに行くショップに、置いてあって綺麗で、ウプ主はビビったぜ。何年前の車なの？何年式までは聞かなかったが、後期型だな。1989年まで生産されていたから、それに写真にはぼかしを入れたが。ぼかし？あのなぁ、何か変なこと考えてないか？え、この車、地名一文字ナンバーなんだぜ。旧車マニアにはたまらんやつね。なので少なくとも1987年までに登録されている。ほう、少し前になったが、この車はウプ主が撮影したのは2016年だ。撮影当時で、29年ものね。それ以上かもしれん。まあ手は入っているだろうが。それで当時のウプ主が撮影したのね。30年前の車のスポイラーが動くんだから。そや、ウプ主もスマホで動画撮るわな。それじゃ見ましょうかと言いたいところなんだけど。一応私たちが出ているので。なんだ？ゆっくり、の体裁を取っているわけで。で、先に解説をするべきかと思うのよ。GT オートスポイラーの解説か？最低セブンススカイラインのくらいは、セブンススカイラインの解説なんか、歴代スカイラインの中でも言うことありすぎるぞ。そこを簡単にお願いしたいわ。もう、ウピー主が撮った写真も載せたし。あとはささっと動画流して、ありがとうございました。で終わってはあかんのんか？だから簡単でいいから。上司にも言われるが、サマライズが、一番苦手なんだぜ。形だけでいいから。それでも帝王切開予定の酒坊が、夜中に破水して緊急できる準備くらい、面倒くさいぜ。例えがわかりにくいけど、とにかくお願い。吐きそうだが、簡単にやるか？お願いします。仕方ない、早口で行くぜ。セブンススカイラインはフォードアだけで1985年に発売、先代の R30 ニューマンスカイラインと違い RB20D、RB20DD を初めて搭載した、CA3 にローレル F31 レパードと共通のプラットフォームで大きくなった、それに B ピラーがない構造でボディ剛性が足らなかった、なので不要だった1986年に2ドアが追加されフォードアの反省からかでかい B ピラーが付きボディ形状と相まって剛性は向上した、同時に GT オートスポイラーが登場するわけだ。他にハイキャスやプロジェクターヘッドライトやホモロゲモンの限定車 GTSR やセラミックターボや他にも特別仕様の限定車があったり、桜井新一郎さんの話とか色々あるんだが、詳しくは皆様お調べお願いいたします。どうだ霊夢、わかったか？あ、半分くらい意識が飛んでいたわ。こやぁ。ま、2ドアでも理解したってことね。ん、今回はそのくらいの認識でいいわ。じゃ、動画を見ましょうか。やっとだぜ、ま、何回も見てやろうぜ。いきます。はい、どうぞどうぞ。ちゃんと動いているぜ。店長が運転席から操作しているんだ。周りを、ウプ主を含め常連たちが取り囲んでいるのね。とりあえず、もう一回行くぜ。ちなみに、店長ウプ主常連たちは、みんな、同年代だぜ。この車が現役の頃は大学生か、卒業したてくらいね。そりゃ、懐かしいわよね。いいねー、動いてるねー。さっき解説した通り、GT オートスポイラーは、R31 スカイラインに2ドア追加と同時に装備された。最近の日本車では、レクサス LFA の、アクティブリアウィングがあるな。多分、日本車より外国車にいっぱいあるわね。この手の車は大概どこか動くぜ。また、なんてことないセダンまで動いたりするぞ。シトロエン C6 ね、やっぱり変態な形だわ。そこが、たまらんぜ。よく見ろよ、ほーれ。うえ、気持ち悪い。霊夢、落ち着いたか？ C6 はきつかったわ。審議のほどは微妙だが、GT オートスポイラーは、世界初と高らかに歌われて装備されたぜ。変な汗かいたから、もう一回見せて。いいぜ。ふう、少し気分が良くなったわ。意外とゲテモノは苦手なんだな。私は綺麗なものが好きなの。
さよか、私は変態？まあいい。世界初と歌うだけあって、カタログとかに。登場しまくり、説明も多いぜ。説明の通り、70キロで降りてきて、50キロを切ると格納されるぜ。スイッチで出したままにできないの？このインパネ右下のスイッチでできるぜ。名目上は、洗車の時のためだがな、草、オプションでステアリングコラム上に設置する。緑に光る、インジケーターも用意されたぜ。当時の日産の気合を感じるわ。自動車雑誌でも説明されていたぜ。動くカラクリの図まで載っているわね。ま、カラクリ自体はモーターで回すだけだぜ。実物の裏側はこんな感じだ。これが左右のステートアクアチューター。構造自体は簡単な回転運動なのね。ま、そうだな、で動画で確認。さ、直線的に斜め下前にせり出してくるとかではなく。回転運動だな。言うならば、速度依存性自律的可楽性回転可変式空力負荷装置、ってな感じか？なんのこっちゃねん。もう R31 と GT オートスポイラーで、お腹いっぱいだわ。って、また再生してるんけ。ええやん。ついつい見ちゃうよな。店長もウプ主もマリサも好きねえ。霊夢もな。ジミー大西の返しか。なかなかマニアックなんだぜ。GT オートスポイラーに関しては、こんなもんね。R31 はセブンスとも呼び、バブリーに、デビューした時は散々だったが。2ドアの出来で評価が何くらいになったのね。そうだな、GTSR なんか今や高くで買えないぜ。今でもギリギリ普通に使えるしな。じゃあ R32 以降は普通に乗っていいのね。個体によるが、値段が高騰しすぎだぜ。現行まで高騰しだしたからな。確かに GTR は異常だわ。逆に R30 は RSK は人気だが、乗るとなると結構気合がいる時代だな。その前なんか買っちゃいけない？ジャパンだな、変に人気はあるが。私なら手は出さないぜ。ケンメリね。数少ない GTR も GTX も人気だが、外観だけの偽物も多いし普段使いは無理だな。箱しかだわ。ケンメリ同様2ドア4ドアとも偽物ってかレプリカが。多いし、両レストア物件だな。プリンス時代でしょ。GTB も初代スカイラインスポーツも。すでに、博物館物件だぜ。ま、箱しかツアーに、フロントオーバーフェンダーは。気持ち悪いんでやめてくれー。個人的な趣味ね。今回は、GT オートスポイラーが、動くのを見ましょう、なんで。そろそろ終わるか？なんて言いながら、また再生してるやんけ。ついついやっちゃうな。まあ、R31 も意外といいわね。だろ、あ、それにな。なになに？あの飛行機の長谷川が、最近、新金型で R31 2ドア GTS を何種類も発売しているぜ。いかにも長谷川がやりそうね。いい意味でタミヤとは違い。デフォルメのほとんどない真面目な設計だぜ。長谷川はこの路線で行ってほしいわ。今の時代に長谷川から新金型で、発売されるなんて R31 も人気があるのね。新金型でプラモデルが発売されることが、その証拠だぜ。ふう、今度こそ終わりにするか。その前に、また再生ね。そうだぜ。では、このままご挨拶だ。最後まで、ウプ主の撮った動画に、お付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの点や、リクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ゲームオーバー。